こちら灰色猫さんからいただきました。私は昔ロード中早着替えというものをやっていました。時はプレイステーション全盛期の時代、あの頃はロード時間も長かった。その時間を使い一体どれだけ早着替えができるのかを競う競技です。靴下だけなら1ポイント、ズボンを履きベルトまで締められたなら合わせて、6ポイント、シャツだけだと3ポイントみたいな感じで、意外と白熱して友達同士でちょっとしたファッションショーみたいな感じになっていました。これは何？ロード中早着替えです。友達と一緒にやるの？そうです。生着替えするの？生着替えですね。あ、同性同士だったらいいのか。相当仲いいやつだよね。そうだね、うん、かもしくは合コンでやるか。やだもうそんな、みたいな、そんなのフラッチよみたいな感じよね。ロード中早着替え、私幼馴染とどれだけ自然にズボンを脱げるかっていうゲームやってた。それはあの女同士ですよね。女同士で、女の子4人集まって、すごい女の子4人集まって、はい、どれだけさりげなく脱げるかっていう、どれだけさりげなくパンツ姿になれるかっていう、ちょっとみんなが目を離した隙に急にパンツになってるみたいなのをやってた。それは最近の話ですか？それはね、二十歳超えてから。結構最近じゃないかよ、おい。何やってんのよ。楽しいのやってみてね。待って、それ女子とかもさ、そういうのやる？なんか男子は結構そういうイメージあるじゃないですか、大人になってもみたいな。いやでもね、言ってしまえば私を見てればわかるけれどもさ、なんか女子の皮をかぶった男子みたいな集まりだったのよ。そうなの、感じるよ、そういうの。だからなんか、すごくちょっとお茶取ってくるねって言った瞬間に、ズボンだけ床に置いてるとか。はあ、なるほどね。そうそうそう、へえー、みたいな、そんな小技あるのっていう。なんか俺聞いてる人の代表で言うけど、めっちゃその場にいたいわ。いたくないでしょ。色気のかけらもないんだよ。マジで。いや、そういう感じなんだ。面白がって動画とかも撮ってるから、もう私本当に iPhone 落とせないんだけど、だからもう、なってあー、さくらやねの iPhone 拾ったらそれ入ってるんだ。そう、入ってるんだけれども、まあ、厳重に鍵をかけてるけれども、でもすごい本当色気ゼロなの。はあ。なんかもう履いてるのもそれこそなんかもう、なんかあれだよね、女子校みたいな感じか。あ、もうそんな感じ。そうそう、だからなんかその場にいたいですっていう人は絶望すると思う、多分。いたら多分女性声優にもう触れられなくなっちゃうと思う。女性声優ってみんなそんな感じなの？ああ、まあでも3年前ぐらいに、そうね、女性声優と下着大会もやったの。下着大会、下着大会、なんか下着だけになって寝てる人の上に立つとか、顔の真上に立つとか。ああ、そうなの、やってんのよ。ストレス溜まってんのか。ストレス溜まってないの。ストレスじゃないんだ。じゃないの、やりたくてやってんのよ。そっちの方がやべえよな。まあまあ、でも男性性もありますけどね、そういうの、ね、ありそう、うん、ちょっとラジオではちょっと言えないぐらいの。いや、もうそれはもう私たちなんて可愛いもんですよ。そうですね、はい、想像にお任せします。